はい、おはようございます。おはようございます。カメラマンジュンです。はい、お願いします。はい、今日はですね、新企画ゴルフ女子発掘企画第2弾でございます。イエーイ。今回出演してくれるのはかおちゃんとあちゃこさんです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。かおりです。はい、暑さに負けず頑張ります。はい、あちゃです。はい、今日一日頑張ります。はい、よろしくお願いします。お願いします。ちょっと私のせいで2回目のオープニング動画の撮影になってしまいました。すいませんでした。はい、じゃあよろしくお願いします。お願いします。はい、あ、今入ってるけどさっきマジ入ってないかも。4番ホール、はい、9番ユーズリビー。うん、あ、ナイスキック。うん、オッケー、ナイス、ナイスキック。これどうしようかな。どうしようかな。トラブルしようかね。ハプニングだね。ハプニングだね。ちょっと、はい、アプローチです。はい、お願いします。あ、うん、あ、止まりそうだね。止まった。大丈夫。なんかでもここ綺麗じゃない、なんか色が。温泉入ってないのやばいんだけど。これから、これから、これから、はい、じゃあこれからちょっとお面取るね。そうだよ、これから面白い話してよ。うん、ありがとう。疲れは58です。はい、お願いします。うまい、うまいね。アプローチ成果出てる。練習したからね。練習したからやる。痛そうだから。オッケー。ナイスオン。ナイスオン。フックかな。ドンマイボギー。うん、悔しい。こういうボンミス多い。ドンマイボギー。ナイスボギーじゃないじゃん。ドンマイボギー、これは。テレ、オッケー、ナイス。ナイス。ナイス何？ボギー？ダボかな。ダボか。ダボ？うん。うん、ナイスダボ。ナイス、ナイスダボ。ナイスダボ。いや、大きなダボだよね、今のは。うん、そうだね。ドンマイダボじゃないの。私はドンマイボギーだ。うん、あれ、外しちゃダメだね。はい。ちょっと1ホール目から3ホール目、マイクの調子がおかしくて、なのか私とあれのせいなのか、音声がですね、入ってませんでした。はい。せっかく、いろいろね、おしゃべってもらったんだけど、もう一回しゃべってもらうか、アテレコか。もう想像してもらって、想像してもらって、確かにね、個人の自由でっていうね。てごめんなさい、本当に。え、じゃあさ、さっきのさ、あっちゃさんがさ、うん、あの週最低週2は入ってる？それは多分入ってない、うん、入ってない。最低週2ラウンドしてます。2回目。かちゃんね、あれですか、ラウンドどれくらい行ってますか？月1です。月1行けばいい方です。
今結構練習はしますこれから投げてる。あじゃさんは結構練習行ってますか。練習も行ってます。仕事後とかにすごい行ってるよね、うん、今頑張ってます。月2ラウンド週週1、2ぐらい。なんならラウンドした後になんか近場の練習場に行って練習する感じです。いや出てますよ練習の成果が。本当だ、ね、ありがとうございます。ドライバーもだって200ヤードぐらい。ありがとうございます、うん、いや、やらないとやらないとやらないとね。だから周り厳しいんだよね周りが結構あの上手い方たちがすごく多くて、うーん、ちょっと頑張って、ま、なんだろう、同レベルではできないんですけど、うん、極力ついていけるようにって。なるほどね。はい、頑張ってください。頑張ります。いや、今なんか適当に流しちゃったね全然いい。焦ってるんだよね。3本分ね、ないからね。左でも OK ですね。左でも OK。 木の方を飛んでちゃうと下崖になってるので、はい、落ちちゃいます。はい、5番ホール480ヤード、はい、パー5ですかね。パー5です。はい、おー、あーやばいかも。崖の方やばい。あっちダメ。多分大丈夫そうじゃない。うん、ちょっともうちょい左向けばよかった。そうだね。うまい。おー、うん、いいよ。いい場所、いい場所。ないっしょ、ないっしょ。ないっしょ。すぐ乗るよ。ないっしょ、すぐ休憩したがる。体力温存しとかないと。そう。あずさんはいつも歩くの？いつも歩きます。歩く方が、なんかネットで見たら1000カロリーか1500カロリー消費するってカート乗らずに書いてあったんで。そうなんだ、うん、すごくない？そうそう、1日結構そう1日ぐらいは、え、いや1食2食か1食分だって女性の平均って1700か、うん、1700か、うん、そうだから普通に食べてもないものとして生活できるのかなと思って。確かに、ね、歩いてます。あ、ゴルフ場のランチとか結構ボリュームあるしね。うん、し、なんかもったいない精神が働いて、なんか全部食べちゃうから、うん、そう食べ尽くすんだ。食べ尽くすしかも間食も多くて、うん、結構こういう時おやつ食べてたりとか。へえ、そうなんだ、意外。そう、結構食べるの好きで。なるほどね。だからお料理屋さんでも働いてるんだもんね。そうです、夜ぜひ。あ、どこにあるんですか。西麻布です。交差点ら辺で。あ、そうなんだ。作ってます。おばんざい屋さん。おばんざい屋さん。お昼間は秘書。昼間は秘書です。秘書やって夜もおばんざい屋さんで料理作って、
ゴルフがしたい。ゴルフして行きたいね。行こう行こう。はい。右が全部ワンペナと聞いて怯えてます。そうね、ちょっとかおちゃんもうちょっと体重前に乗った方がいいね。で膝曲げて、そう、オッケー、いいじゃん。ちょっと前に行った。やだやだやだ、キャー大丈夫、カート晴れてた。ナイス。あのまま落ちた方が良かったよね。あのカートに沿ってね。そうだね、落ちてほしかったね。確かに、しょうがないっす。はい、右のね。7番ウッド。4番ウッド。7番。7しか持ってません。7番ウッド。はい。あ、やばい。これはやばい。あー。やっちまった。あー。やっちまった。ドッパイすぎます。かわいいです。吸い込まれていた。呼ばれていった頭が。諦めない。ワンペナです。ワンペナです。たまにああいうのあります。そうだね。ナイスショー。いや、いい、いい、いい。めちゃくちゃいい。すごいね、戻ってきた。日頃の行いがいい。日頃の行いちょっと。めちゃくちゃ。オッケー。さっきと同じくらいしていい？だいたい日頃の行いのせいにするあれあれ、しがちしがちいいか悪いかね。そう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 、私見てくれた。あ、嘘、え、いい、大丈夫、カリーさんいいですよ、本当に大丈夫です。いや、あった。え、すごすぎすごくない、すごすぎるありがとうございます。いいね、うん、ナイスショー。疲れてる、うん、もうまだ元気、まだ元気、まだ元気。取ってきました。見つかったね。はい、よかった。キリーさんが拾ってくれた。はい、嬉しいよね。嬉しい。緑しかも結構好きで。あ、そうなんだ。そう、白いボールがなんか私ちょっと見えにくくて、緑がすごい見やすいんですけど。へえ。もうラスト1個出したから嬉しい。あ、そうなんだ。ラスト1個出した。何番アイアン？8番アイアン。8番アイアン。うまい。うん。乗ってほしい。おい、ちょっと足りなかった。ちょっと足りなかった。ちょっとバンカービビって左に打ちすぎました。なるほどね。いい感じでも。はい、ありがとうございます。この間はさあ、カエル救出してたんだよ。一緒にいた時に、グリーン周りにいたカエルを救出してる優しい人です。かわいいとかある？ちょっと危ない。カエルはかわいいよね。そう、危ないからね、あっち側にね。あ、大丈夫かな。踏んづけちゃう。救ってあげたい。何番？9番。9番。前体重。あ、そうそう。うん、あ、決まったぜ。うん。ちょっとラフだね。ラフだね。うん。ラフ職人ですじゃなかったっけ？懐かしい。職人です。かおちゃんは、うん、前出てるんですよ、リンゴルフに。そうなんですよ。あ、そうなんだ。そう、私がバッグを背負って、そう、9ホールだっけあれ、9ホールだね、9ホールラウンドするっていうアドバイスとかしながら、うんうん、そう、お助けショットありだったよ。そう、お助けショットありで、あ、それじゃあさっき言ってた。そうやったんだよね。やったね。60で待ったんだよね、あの時。60切ったぐらいかな。ジュンさんがバッグ持ってキャディーさんってこと？そう。重すぎるね。結構しんどかったよね。ね、しかもめちゃくちゃ暑かったんだよね。暑かった。秋だったのに。そう。お、ナイス。あ、距離が伸びる。方向は良かったね。うん。6打目。はい。今と同じ感じね。方向合ってる？合ってる。うまい、うん、ナイスオン。こういうの苦手でパターできません。あ、意外とね、うん、うまい。いや、いいと思うよ。ナイス。え、アプローチ全然大丈夫じゃない。あれ入れなきゃワンペナしてるから。あ、そっか。あれ入れてボギー。あれ入れて、いや、あれ入れたらダボかな。ダボ、あ、まあ、ダボでね、うん、あ、弱いね、うん、右カップ
ちょっと上です。上ぐらい。鳥なんでやオッケーナイスナイスナイスカオちゃんでも鳥だよいやカオちゃんパタうまいねパタうまいパタうまいね全然うまくない勢いっていうかあれだろうねなんかいい感じなんだろうねお腹すいたお腹すいたね確かにお腹はねすいたお腹すいたお腹すいた早いよお腹すくの私あー悔しいね食べたいすごい食べたい。てか食べたいって思ってたやつ。え、これ乗せてた。大丈夫だよ。本当？凍らせても美味しいって書いてあって、グミ。カバーメロンバーのグミ。凍らしてきたもん。うん？忘れてた。何の前振り？それなの今流行ってんの？え、なんで流行ってないけど。美味しそう。すごい本当にシリカバーの形してる。あ、めっちゃいい匂い。めっちゃいい匂い。あ、めっちゃ美味しい。うま。凍らせたかった。うん。凍らせたの。グミってどんな感じ？ね、わかんない。うま。美味しいな。美味しい。食べて。うん。食べる。じゃがりこコンソメ味。おやつ。おやつお姉さん。おやつお姉さん。皆さんご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントお待ちしてます。